はい、どうも皆さんこんにちは、バーチャル YouTuber のイズナはいすいませんでした。はい、皆さんどうもこんにちは、タツンです。今日も引き続きね、ドキドキ文芸部やっていきたいと思います。よろしくお願いします。よし、やっていきますか。モニカちゃん、あら、また私は最後だったのね。気にすんな、俺も今来たところだ。またピアノを練習していたんですか。そうなの。ああ、モニカちゃんは意志が強いですね。この部活を作ったり、今度はピアノの練習だったり。多分意志が強いっていうよりは、そう、これはきっと熱意ね。この部活だってみんながいなかったら成り立たなかったもの。それにみんな文化祭に向けて手伝ってくれて私とても嬉しいわ。あー、文化祭待ちきれない。え、お前めちゃくちゃ憂鬱そうにしてなかったっけ、ナスキちゃん。超楽しみ。え、ナスキ、あなた昨日は不満そうにしてなんかそうしてたよね。なんで私があんたたちのために発表しなきゃいけないのよって感じだったよね。まあそうね、私たちの出し物は楽しみじゃないからね。言ったこいつ、言い切った。でも文化祭自体は、あー、一日中遊んで、いろんなものを食べられる最高な日なのよ。あー、なるほどね。お前サヨリみたいなこと言ってるな。モニカ、イカ焼きは定番よね。イカ焼きいいよね。イカ？どうした？変に具体的な質問をするわね。確かに、なぜイカ？はあ、まったく。あんたもしかしてイカが好きじゃないの？あんたに限ってそれはないでしょ。え、何？モニカちゃんめちゃくちゃイカが好きなの？え、好きじゃないとは言ってないけど、それにあなたに限ってってどういう意味？だから、あんたの名前の通りよ。なんで？モニカ。モンイカ、あー、ローマ字にするとそう思ってる。しょうもなかった。え、私の名前はそんな風に読まない。それにそのダジャレ翻訳したら通じないわよ。翻訳し、いや、なんかめたくない？どういうこと？てんてんてん、あ、なんでもないわ。やばい、こい、違う、こいつだけな、住人、違う世界の住人だよ。今は私たちの出し物に集中しましょう。いいわね。えへへ、はいはい。どうせモニカのリアクション、ユリやサヨリのほど面白くないもん。いじりがいがないね。ちょっと、そもそもサヨリはどこなんだ？ああ、いたいた。サヨリちゃん、サヨリは部屋の隅で座っとり。もう、なに、陽キャのサヨリがそんな部屋の隅にいるなんて。俺は彼女の方へ歩く。よう、サヨリ。彼女の顔の前で手を振ってみる。どうしたんだい？え、またぼーっとしてるぞ。あ、あ、えへへ、ごめん。気にしなくていいから。他のみんなと話して、俺はサヨリちゃんと話したい。話したいんです。はあ。なんかお前大丈夫か？もちろん。なんでそう思うの？今日のお前ちょっと陰キャっぽいよね。どうした？勝手に思い込んじゃってごめんな。私のことを心配しすぎだよ。一番心配するよ、君のこと。ほら、私なら大丈夫だから。セオリは大きな笑顔を見せる。いや、頑張ってない。大丈夫。それにみんなと楽しそうにしているタツンを邪魔したくない。いや、俺はね、サヨリちゃんと一緒にいる時が一番楽しいんだよね。そうか、分かったよ。分かったよ、分かった。お前がそう言うなら。心配しながらチラリとサヨリに目を向けてから、俺は他のみんなの方へと振り向く。しかし会話はすでに終わっており、みんなはいつもの行動へと移っている。ちょっとサヨリのことで何か気づいていないか、モニカに聞いてみようか。文化祭の準備をしている中で一緒に過ごしている時間も多い。もう嫉妬しちゃう、嫉妬しちゃう。おどおどと俺は書類を整理しているモニカに近づく。私もサヨリ取らんで。あら、タツン君どうしたの？ああ、ちょっと変な質問かもしれないけれど、最近サヨリに何か変わったことはなかったか？何か変わったこと？それはどういう意味で？考えすぎかもしれないけど、今日はちょっと浮かない表情をしている気がするんだ。あら、そうかしら。私は特に何も気づかなかったけれど。モニカは部屋の向こう側でぼんやりと机に消しゴムをこすりつけている。サヨリに目をやる。何してんの、サヨリ。ぼんやりと机に消しゴムをこすってる。何か悩み事があるかもしれないわね。なんだろう。でもそれをタツー君の方から聞いてくるなんてね。私なんかよりもサヨリについてよく知っているのはあなたなんだし。あー、でもあいつがこうしているのは初めてだ。何か気がかりなことがあったらいつも俺に相談しに来ていたんだし。なのに今回は聞いても避けられているみたいなんだ。
ごめん、おめえ、あ、おめえじゃ、お前には関係ないことだった。ただ聞いてみただけなんだ。もうこの話はやめるよ。いえ、そんなこと。これは私にとっても大事、私の方が大事。私だってさよりの友達よ。それに若部員のことなら、私だって放ってはおけないわ。おう、私から話しかけてみようかしら、お願い。え、本気か？なんだか一人にしておいてほしいみたいだ。これ、なんなんだこいつマジで、わかんねえ。そうかしら。もしかしたら気になる人には言いづらいことなのかもね。何？何？俺が好きでちょっと話したく、好きで悩んでる、ワンちゃん。それは一体どういうことだ？つまりあなたのことを考えているのかもしれないって言ってるのよ、タツーンくん。あー。俺の？どうやったらそんな結論にたどり着くんだ？そうね。あまり言わない方がいいのかも。いや何？俺のこと好きって言ってた。俺のこと好きってもしかしてさよりちゃん言ってた。もしかしてで、ね、もしかしてだけど。さよりはどんな話題よりもあなたのことをよく話すの。マジかよ、マジかよ。え？あなたが入部してから本当に楽しそうにしているわ。まるで彼女の中でもう一つ明かりがついたみたいにね。いや、さよりちゃんの心の火をね、灯しちゃったね。なんだって？そんなことは？さよりはいつもあんな感じなんだよ。いつもすごく明るくて、ずっと昔から常にああいう感じだ。えへへ、おかしい人ね、タツンくん。沙織がいつも元気そうに見えるのは、なになに、あなたがそばにいてあげたからなんじゃない。うお、来た来た。あ、ちょっと言い過ぎちゃったかしら。もうこれ察したわ、完全に。ごめんなさい、詳しく知りもしないのにね。決めつけちゃったりするつもりはなかったから、今言ったことは忘れてね。私もサヨリに声をかけてみるから、ひとまず気にしない方がいいわ。あー、そうだな。モニカは意味ありげな微笑みを見せる。いや、いつもやるからね、意味深な行動。忘れろとは言われたけれど、彼女の言葉はもう頭から離れないだろう。いやー、気づいちゃったね、タツン。自覚したか。モニカは席から立ち上がり、部屋の向こうにいるサヨリの方まで歩く。彼女がサヨリの隣にしゃがんで優しく話しかける光景を俺は見た。ぐぎぎ、悔しい。何か悔しい。だが声は小さすぎて、ここからだと何を言ってるのか聞き取れない。俺はため息をついて席に座る。サヨリには気にしないで他のみんなと楽しそうにしていろと言われたけれど、彼女がこうしているうちはそんなのは無理だ。ここまで気が重くなってしまうなんて、俺は一体どこまで彼女のことを気にしている。もう宇宙一気にしてる。これじゃまるでこっちが変みたいじゃないか。でも今の俺にできることはモニカを待つことくらいだ。突入して、突りてえわ、めちゃくちゃ。よし、みんな。しばらくしてからモニカはそう呼びかける。そろそろ塩見せ合わない。あ、来たね。いつものやつ。気がつかない、気づかないうちに全てがいつも通りになっていた。さより元気になった。みんな自分の死を取りに来、俺も同じようにそうする。モニカの方に目をやると彼女はこっちに微笑み返す。彼女は一体沙織と何を話して、いや恋話してた。俺のこと、タツンのこと好きなんだって話してた、もしかして。やばいよ。最初に詩を見せるのは誰にしようか。沙織、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 沙織ちゃん。よし、行こう。レッツゴー。元気？てん、今までで一番の出来だよ。おお、最高クオリティ。本当にすっごくいいよ、タツン。ありがとう。うん、沙織、今日はやけに静かにしてるよな。何かあったのか？え？もちろん何があった？いつもって、もちろんいつも通りだよ。何かあった？もちろんいつも通りだよって、いつも通りなんかいって。ちょっと疲れてるだけかな。昼寝でもするか？あ、一緒にね、一緒に昼寝するよ。いいよ、そんなことしなくて。私のことは心配しないでね。タツーンの笑顔を見てたいんだもん。あー、もう一生見せるぜ、俺の笑顔。それならわかった。ねえ、タツーン。私まだちょっと驚いてるんだ。タツンはユリちゃんみたいな文体で詩を書くようになると思ってた。ああ、それ、あんな風にはなれなきゃかな、俺は。ちょっと。もしくは、ナツキちゃんみたいに。でも結局、ああ、これを一番気に入ってくれたのはお前だったみたいだな。あ、お前が一番だよ、サオリ。なんで？みんなともっと仲良くなろうって思わないの？いや、サオリと仲良ければ何でもいい。待て。そう思ってるに決まってるだろ。でもわざとみんなの気を引くようなことをする必要はないし。やっぱり俺が一番よく知ってるのはサヨリ、お前だからな。たまに俺に付き合わなければいけないことがあるのも分かってる。それに俺も時にはお前に付き合わなきゃいけない。けど俺と前は波長が合うみたいなんだ。だから詩もこんな形になったんだ。
俺の人生で楽しいことって言ったらお前しかないって思うことがあるんだ。はい、もう愛の告白だからお前を思い浮かべながら書いた方 が、 日が、筆が進むんだ。さよりだ、ダメ、なに、ついにタスン、やばい、まずい、私ふさわしくない。いや、そんなことないって。私に優しすぎるよ。いや、君も俺に優しすぎるよ。どうしてこうするの。沙織の声が突然震え出した。いや、君が好きだから。私よりみんなと楽しくやってたら全部もっと簡単だったのに。え、なに、沙織、今の誰かに聞かれていないか部屋を見渡して確認する。沙織、こんなこと言うのは初めてだと思うが、今のお前の気持ちが全くわからない。どうすればお前を元気にできる。沙織は首を横に振った。鼻をすすりながら首を振り続ける。ようやく気持ちを落ち着かせると笑顔を作ってみせた。なんでもないよタツン、もう今思わせぶりなんだよ。ちょっと 雨雲がかかってるだけ。変なとこ見せてごめんね。あは、もう絶対にしないから。みんなと笑顔でね、それが一番大事だから。みんなと遊んできて。いや、さよりちゃん、なんでそんな俺と離れたがるんだ。私はちょっと早めに帰るね。一緒に帰ろうって言ったのに。さより、モニカちゃんには気分が悪くなったって言っといて。なんで、どうして、どうして、ね、どうして。また明日ね。ヤンデレになっちゃうよ。俺が言葉を発する前にさおりは鼻歌を歌いながら快活に部室を出て行って。待ってくれさより、置いてかないで俺を、俺置いてかないで。え、終わっちゃった、マジかよ。あ、慣れた、夏希ちゃん行こうか。やば、テンションの、てん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 。まあまあね、まあまあ、まあそうね、昨日と同じくらいの良さね。成長してはいない。あんたのやろうとしてることはわかるけど、私の好みじゃないわね。まあいいんじゃない、適当か。あんたがいろいろと試そうとしてるのはいいことだと思うわ。まあ最低限それくらいはしないとな。なんでお前は俺の死のことになるとそんなに感情的になるんだ。そんなに俺の死側の出来が気になるのか。え、違う、キモ。あ、ご褒美かもしれん。むしろ勘違いするんじゃないわよ。あんたの気が緩んでないか見てることが私の役目なだけよ。本当に。それで俺が怯えて逃げちゃったらどうするんだ。それはその追いかけてきてくれる、なつきちゃん。あんたはそんなことしないでしょ。ああ、その通りだ。ここで過ごすのは楽しいからな。お前の存在を差し引いても。言ったね、グエッグエって。夏希の肘が俺の溝落ちにめり込んだ。やっぱりあんたなんか逃げちゃえばいいのに。ほんの冗談だったのに。へえ、そう。なんてね、私も冗談よ。なんかいい雰囲気になっちゃってる。あはは。ふんふん。どこが冗談なんだ。マジで痛かった、そっちか。そっちか。まあ夏希にとっては面白かったんだろう。そしてそれが全てだ。夏希の前では下手なことを口走らないよう気をつけよう。じゃあ、夏希は何事もなかったのように自分の死を差し出した。来た来た来た。あなたの砂浜になる。あなたの心は不安と恐れに満ち満ちて、この数年で魅力も焦ってしまった。でも今日はとっておきの場所に行こう。私とあなたの砂浜へ。見渡す限り一面の岸。艶やかな光を放つ海。そんなまばゆさの前なら、あなたの心の壁も崩れてしまうよ。私は悩みを洗い流す砂浜になる。あなたがいつも訪れる白昼夢の砂浜になる。こんなときめきをずっと忘れてたんだって。あなたの心が弾むような砂浜になるよ。重苦しい気分は砂の山に埋めてしまおう。日差しを浴びて手をつなごう。戸惑いをしょっぱい海で洗ったら、キラキラ光るあなたを見せて。思い出は足跡の道に残していこう。帆に風をつかんで自由になろう。あなたと私の唇を重ねたら、あなたが素敵なわけを思い出して。私は悩みを洗い流す砂浜になる。あなたがいつも訪れる白昼夢の砂浜になる。こんなときめきをずっと忘れてたんだって。あなたの心が弾むような砂浜になるよ。私を隣にいさせてくれれば、あなたは自分だけの砂浜、自分だけの出口で、また自分を愛せるようになるはずだから。おー、すごいね。
内容が全く分かんないけどすごいわ。なんかすごいと思う。うん、なんだかネガティブなことばかり書いてる気がしたから、たまには明るいメッセージでも書こうかと思ってね。ちょ、ロマンチックな感じがしたね。それに海って最高だし。海か、あんま言ってねえな。海について否定的なことを書こうなんてちょっと難しいわよね。じゃあ最初に海について書こうと決めて、後からメッセージを考えたのか。ああ、それはまあ昨日の出来事があったからね。ああ、昨日発表会ね。私とユリが同じことについて書いちゃったことに気づいてたから。え、そうだっけ、やべえ、思い出せん。なんだっけ、なんだっけ、全然思い出せん、やばい。あいつが、思いついたテーマについて私たちがそれぞれ書くということになったの。もうだってまさにあいつのやりそうなことじゃない。簡単なテーマを選んでおしゃれな感じに仕上げて私に見せびらかそうとしたのよ。そんな考えてるか、ゆりちゃん。まあ私はそんなのどうでもいいんだけどね。とにかくあいつの言う通りにしただけよ。ただ最終的になんとなく比喩的になっちゃったけど、でもたまにはそういうのも別にいいじゃない。それにいい練習になったんだし。あ、終わったね。え、待って、ゆりちゃんとそんな詩の内容同じだったっけ、昨日。全然覚えてねえや。てん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 。やりましたね、タツンさん。いいですか。あなたはこの数日間で間違いなく執筆の腕が上達しています。やったぜ。私のアドバイスは役に立ちましたか。もうめちゃくちゃ役に立った。うん。ああ、とても。嬉しいです。こんな風に書いた作品を共有することは、予想していたよりも楽しくて意義があることでした。モニカちゃんには感謝しないといけませんね。最初は少し気まずさも感じましたが、今ではみんな執筆を通して思考を共有するのを楽しみにしているようです。それはいいね。否定はできないな。俺は面倒なことになったんじゃないかと思って不安だったんだ。とはいえ部の女の子とそれぞれ一緒に過ごすためのいい方法だったわけだが、だけどみんなのことや執筆のことがだんだんと分かっていって楽しくなってきたよ。もう最高ですよね。それと自分で詩を書くってことも。ええ、あなた自身について学んだことはありますか、タツンさん。どういうこと。え、ほら、詩を書くことは自分自身を知るためのすごく個人的な、あ、そういう側面もあんな、詩を書くことって。だから結局のところいい書き手か悪い書き手かだ、どうかなんて関係ありません。まあ自分を知るための道具。そして私の見解はあくまで一つの見解ですしね。専門家来るぜ。どんな時でも一番重要なのは自分自身を探索し発見することだと信じています。お気遣いどうも。なんというか俺はユリを失望させたくないんだ。わかる。なんかユリちゃんが悲しそうな顔するとちょっと、あ、ごめんねってなっちゃうよね。え、どうして私を。ユリの隠しはいつだって洗練されてるし、的確なアドバイスをしてくれるから。そうですか。てんてん。ユリは1分間だいぶ長考するやん。ひどいことをしてしまいましたね。え、そんなことはない。わかんないけど、私にどう思われるか怯えさせて、怯えてはないんじゃないけどね。嫌な人間ですね。そんな卑下すんなって。ユリ、悪い方に考えすぎだ。もうネガティブっ子が。俺はただ君の意見を尊重してるだけだ。そうなんですか。いつもこんな風に深読みしてしまってごめんなさい。もうすごい。ただ私は慣れてしまっているので。深読みすることか。まあ文才だしな。嫌われる、え、そっちか。嫌われることに、いや、君を嫌いな人なんていないよ。知らんけど、私何を言ってるんでしょう。ごめんなさい、こんな話をするつもりではなかったんです。ちょっと重いよな、メンヘラ気質。この話はもうやめましょう。ああ、それなら今日の詩を見せてくれるか。来たよ。わかりました、こちらです。俺への愛書いてないかな。砂浜、気の遠くなる、あ、さっき、あれだね、夏希ちゃんと同じテーマって言ってたもんね。気の遠くなるような遠い昔から、大地の内と外が混ざり続けている場所、青空の下、喜びが満ち溢れ、灰色の雲が落とすのは溶けない暗号、すぐに道を見失ってしまう世界では全てを見つけることだってできるはず。お城が作れるのは砂の湿ったところ、でもそれは潮の来るところ。諦めるまで少しずつ優しく壊してくれる、それとも瞬きしている間に一気に奪ってしまう。どちらだって結果は同じ。それでも人は砂のお汁を、いや、お汁じゃない、お城を作るのをやめないの。浜辺に立つ私の足は泡に濡れてく。
足先が砂に沈んでいく。心地いい潮の香り。吹きつける潮風は優しく力強い。絡みつく泡をもっと感じたくて、私はどこまでも砂を踏みしめる。我に返って浜辺を荒らす遊びをやめたら、前を向いて私は陸に戻る。永遠に、永遠にも陸に戻る。わかんねえなあ、いつものことだけど。わかりたいけどね。海について書くのはあまり意味のないことだというのはわかっています。あ、そう。でも私は比喩的なアプローチをするために最善を尽くしました。ああ、夏希が教えてくれたよ。そうなんですか？何か変なことは言ってませんでしたか？まあ、ツンデレだったね。単に夏希ちゃんがまた二人で同じテーマで書いてみたいって。きっと文体や思考などの違いについて比較するためだと思います。とにかくこれは夏希ちゃんのアイデアだったんです。いや、いいアイデア。わかんないけど。夏希ちゃんのことですから、あんなことを言い出すのは驚くようなことではありません。夏希ちゃんは多分みんなに見せつけたいんだと思います。そんな、そう、なんかやっぱちょっとゆりちゃんと夏希ちゃんの仲を疑っちゃうね。私は特別、夏希ちゃんの文体に興味があるわけではありませんし、なんか辛辣だな。私はただ夏希ちゃんの要求に応えただけです。やってやった感すごいな。でも、たまにはシンプルなことを書くのはそんなに悪くないと思います。あれ、ちょっとだけ照れてる。リフレッシュになると思いませんか？時には頭、要するに夏希は頭使ってないってこいつ言ってるわ。時には頭を休ませることも大事ですから。ああ、確かにな。見せてくれてありがとうな。反応に困るよね、タツン。ちょっと困るよね。次に詩を見せるのは誰にしよう。モニカちゃん、行け。やっほー、タツンくん。文化祭でどの詩を発表するか考えたりしてる？まあ、この部活にいるだけでも恥ずかしいのに、大勢の前で朗読するなんて。もう少し考えないといけないかな。いいわよ、気楽にね。何を選んでもきっとうまくいくはずだから。そうなったら私も嬉しいわ。あはは。それじゃあ今日の詩を見てみましょうか。こちら私の詩です。ああ。俺は手に持っていた詩をモニカに渡す。チュンチュン。あはは。何が面白い。なんだか面白いわね。どの部分がだ？いや、詩のことじゃなくて、詩のことじゃなくて何なんだ。ただ日を追うごとにあなたとさよりの詩が似た感じになっていくのがなんだかおかしくて。そこまでシンクロしているなんて驚きね。あなたたちって最近よく一緒に過ごすようになったんでしょ？いや、もうずっと一緒。ああ、まあお前の言う通りだな。小さい頃はお互い親友として育っていったけど、ここ一年はほとんど会っていなかったんだ。でも俺がここに入部してからまた一緒にいる時間が増えたよ。そうだったのね。そういえば、今日のさよりのちょっと変わった様子についてたけど、どうした？大丈夫だった？うん、なんか言ってたのか。あー、タツンくん、あなたさおりとイチャついたりしてないわ。そんなことをしてないですよ。どうしてそんなわけないだろう。あいつとはいつものように接しているぞ。わかったわ。ただ確認しただけよ。あの子のことをどれだけ心配しているかはわかっているから。伝わる俺の気持ち。あの子にもしものことがあったら大変だし、ちゃんと見ておいてあげてね。一生もう観察してます。あなたがここに入部してから沙織もずっと嬉しそうだったし。一体何が起こっちゃったのかしらね。何揉めた？揉めちゃった。君たちやっぱり何でもないわ。こういうことって今話すべきではないと思うし、それより今度は私が詩を見せる番ね。そうだな。いや、ちょっと怖いんだよね、モニカちゃん。なんか、メタで。すべてを知る女性。こいつのことだな。モニカのことだ、多分。地上のどこかを渡り歩く女性の古い言い伝え。すべてを知る女性。すべての真理を突き止めた美しい女性。すべての意味を。すべての目的を。今まで抱えてきたすべての望みを。そして私は一枚の羽。意味深だな。風の流れのままに宙をたうたう。日ごとを夜ごとに探し求める。伝説などありえないと悟りながら、暗い先行きの中を探し求める。それでも何もかもが過ちで、誰もかもが見放した時には、もはや伝説しか残されていない。薄明の空に紛れる最後の星影なのだ。
ついにある日、風がないだ。私は降りる。降りて降りて、いつまでも降りていく。羽のような静けさで。乾いた羽軸は無機質に。だが親指と人差し指が私をつまむ。美しい女性の手。彼女の瞳を見ると、その視線は途方もない。すべてを知る女性は私の考えていることを知っている。私が物を言う前に、うつろな声で彼女は答えた。私はすべての真理を得ましたが、どれもこれも存在しなかったのです。意味など存在しない。目的など存在しない。私たちが望むのは、いつだって実現し得ないもの。私はあなたの伝説ではありません。あなたの伝説はありえません。そして彼女が息を吹きかけると、再び宙を舞い、一陣の風が私を連れ去る。わかんねえけど、なんか意味深なんだよね、モニカちゃんだけね。何かを学んだり、答えを求めようとすることが、人生に意味を与えるんじゃないかしら。はい。哲学的な話をしたいわけじゃないけれど、ふとそんなことは思っちゃったから、それについて書くことにしたの。そうか。あまり深く考えてなかったよ。思考を停止してる。ある意味矛盾しているわよね。だって全ての答えを知っていたら、この世界に意味なんてなくなっちゃうんじゃないかしら。はあ。あのさ、一つ気づいたことがあるんだけど、なんだ、ちょっと身構えてしまうな。どうやらここの部員たちは、楽しいことより悲しいことを書くのが好きらしいな。はいはい。あはは、驚いた？だってもし人生で何事もなかったら、書くこともなくなっちゃうんじゃ。もうなんか怖くなってきちゃった。やばいな。人間は二次元的な生物じゃないんだから。あなたは誰よりもそのことを理解してると思ってたのに。それって一次元、ちょっと待って、一次元、二次元、一次元、三次元、ん？重要そうだぞ。あ、それ。それよりも、本日のモニカちゃんの執筆アドバイス待ってました。癒しタイム。自分の作品はいまいちなんじゃないかなんて。恥ずかしがって他の人に見せられないなんてことはないかしら。めちゃくちゃ恥ずかしいよね。頑張って作ったものに緩い反応しかもらえなかったらがっかりするもの。いやもうそれな。ゲーム実況もまさにそれ。頑張って作っても反応がないとマジで萎える。でも他に執筆が好きな人と知り合えたら見せ合うのも楽になるわよ。はあ。まあ、他にゲーム実況が好きな人と知り合えたら、まあ無理だわ、無理があったわ。だってその作品の良し悪しだけじゃなくて、その作品に注がれた全ての要素を検討してどうすれば良くなるのかということに集中することができるから、その方が励みになるし上達するモチベーションにもなるわね。そうなるとまるで自分たちだけの小さな文芸部みたいよね。難しいな話。以上、本日のアドバイスでした。もう分かりやすく話してほしいんだよな。もちろん、ご清聴ありがとうございました。終わったか。よし、3人とも？待って。サオリはいないんだよね。みんな詩の交換は終わったわよね。そろそろ文化祭についての話を。ちょっと待って、サオリがいないんだけど。え、何？今なんか妙なこと言ったように聞こえたのは私だけ？なんか言った？え？確かに何かがいつもと違ったような。サオリがいないんだって。あ、そうです。私たちを呼ぶときに、いつもと違う呼び方をしましたね。ちょっとみんな。呼び方？呼び方なんて別に決めてないわよ。もう。なんで今日は全体的に妙な雰囲気なのよ。沙織がいないから。ほら、ゆりですら影響受けちゃってるし。よどんだ空気は大抵、何か不吉なことが起きるぜ。ちょっと待って、もう怖くなってきた。やばい。それはお前の本の中での話だろ。見ろよ、違いだなんて、ただサヨリがいないってだけでは触れた、そこに触れた。あ、そうみたいですね。お前らなんで気づいてないんだよ、サオリちゃんだぞ。おい、ふざけんな、気づけそこは。はあ、普段サオリがどれだけ雰囲気を明るくしていてくれていたかがわかるわよね。そうなんだよな。彼女がいるだけでもう最強だからね。彼女がいないとまるでみんなのバランスがちょっと崩れちゃうかのような。それで一体どこ行ったのよ。どっか行っちゃった。おしっこにでも行ったのかと思ってたんだけど、夏希ちゃんもう少し上品に行ってください。お花を摘みに行きましたみたいな。何をもう。ああ、なんか少し具合が悪いみたいだから早めに帰ったんだ。そうなんですか。俺も早退すればよかった。大丈夫だといいのですが。なんかひどくない？具合が悪いっていうのにあんたは一緒に帰ってあげなかった。ほんとそれな。
なんで帰んなかった、タツン。あんたらいつもイチャイチャしてたじゃない。ああ、違う。まずは俺と沙織の関係を誤解するのをやめろ。いや、誤解ではない。事実だ。それにだ。今日はなんか俺を下げてるみたいだったから、無理させたくなかったんだ。ああ、まあそういう配慮をしてたのか。ほう？何？何？何？なんてよりによってユリがあんな興味深そうに。みんな落ち着いて。私もちょっと前に沙織と話したけど、大丈夫そうだったわよ。沙織はなんて言ってた？その会話。それよりとにかく話をそらすな。文化祭の祭り、文化祭の残りの準備をしなきゃいけないから。みんな週末に何をするのか決めましょう。俺は沙織と過ごす。私はもう決まっているわ。そうね。夏希はカップケーキを作って、あ、出た。でもいろんな味でたくさん作らなきゃいけないし、一人で大丈夫かしら、夏希。手伝わんよ。俺は手伝わん。受けて立つわ。あ、よしよしよし。そして私は、詩のパンフレットを作って印刷してくるわ。さよりはそのデザインを手伝ってくる。じゃあ俺もそれやる。俺もそれやります。そしてゆりは？うんてんてんてん。ゆり、あなたには仕事がない。思いつかない。ん？みんな、誰かユリができそうなことを考えるのを手伝ってくれるかしら。やばいやばいやばい。考えとけそこは、部長。どうせ私には何にもないんだってなっちゃう。私は役立たず。そんなことないよ、ユリちゃん。君はいい子だよ。違うわ。そんなことないわ。あなたはこの中で一番才能がある人なのよ。そうだ、粉砕だからね。ちょっと不満そうな顔すんな、夏希。今度は夏希まで拗ねちゃってる。俺すら雰囲気の違いが分かってきたぞ。今まで俺はさよりの影響力を軽く見ていたようだが、あいつがいないとその分モニカにも負担がかかってしまうんだな。もう歯車がちょっとね、かけちゃうとダメだね。それはそうかもしれないわ。でももし私が部長の役割を果たせなかったら、人として成長できないわ。すげえ、かっけえ。だからユリ、あなたは字をきれいに書けるわよね。お？だから雰囲気作りとして、何これ、大幕？垂れ幕？いや、飾りの準備をするのはどう？雰囲気？それなら、私できる。私、雰囲気大好きなんです。おー、来た来た来た。ユリの表情は突然変わり、机を見つめてうなずいていたモニカ GG。もうその気になっているな。素晴らしいわ。ユリ、すごく助かるわ。となると、あとはあなただけ。俺はサオリ、と一緒に仕事する。本当の役立たずとしてな。あ、そんなこと言わないでよ。それどころか、夏希もユリも少し厳しい仕事を任せられてるわ。どちらかに手を、サオリちゃんの選択肢ないの？もちろん私を手伝ってくれてもお前までは。そうしてくれるなら私だって本当に助かるわ。あー、それって要するにモニカは俺に週末はこの中の一人と一緒に過ごせと言っているのか。サオリちゃん、サオリちゃん、そんな提案に彼女たちはどんな反応するんだ。あ、手伝っていただけたらきっと助かります。まあもしあんたが料理を知らなくてもあんたに引き受けてももらう雑用ならいくらでもあるから。そんなこと言って手伝ってほしいんだな、夏希。モニカは私に選択肢を与えてくれないし、あんただって黙って、見ているわけにはいかないし。そのように夏希は言い訳をしようとする。素直になれ、夏希。私の記憶が正しければ、夏希ちゃんはカップケーキ作りは一人でしたいって言ってましたよね。ユリ追い詰めていく。それならタツンさんも邪魔したくないと思ってるのでは。おー、誘導してくるぞこいつ、計算高いぞ。だから単刀直入に言って、タツンさんには飾り付けの手伝いをしてもらった方がいいと思うんです。要するに私を手伝えってこいつは言ってるんだよね。ちょっと待ってよ、私そんなこと言ってないじゃない。それに飾り付けをすることくらいそんなに難しいことなの？なんか言い訳をしているようにしか聞こえないんだけど。あんたただタツンに、あんた何を言ってるんですか。とても細かくて大変な作業なんですよ。ちょ、目そらしてるぞ。料理はそうじゃないって言いたいの？あんた何を思ってそんな。ちょっと喧嘩すんな。少し落ち着きましょう。結局どうしたいかはタツン君次第だと思うわ。どうしよう。それにタツン君は私と一緒に過ごす機会だってあまり初めてのモニカ選択肢来る。だから彼も私のことを、あんたついさっき、私も納得、やばい、急にモテ出した。モテモテやん。ごめんごめん、言ってみただけだから。はあ、身を引いたモニカ。もうさっさと決めない？そうね、タツン君もそれでいいでしょ。やばい、最終的にあなたが決めることだものね。さより、ああもちろん、それでいいと思います。そういうことで、
みんなが俺の方に視線を向けてきた。いやーセーブポイント来た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 、俺の嫁がいる。よかったー、残念だったなお前ら。俺サヨリにしか興味ねえんだわ。誰かを選ばなくちゃいけないなら俺はサヨリの手伝いをしたい。来てよく言ったぞ。ほら俺たち近所だし。それにでもモニカちゃんは、モニカはサヨリに手伝ってもらうって言ってたじゃん。はあ、そんなに私たちのこと嫌いなの？まあ、嫌いではないけど、ちょっとね、違うよ。ごめんね、こんなに話を難しくするつもりはなかったの。マジで？さ、消えた。選択肢消えた。どうしようかな。正直なところ言っちゃうと、夏希かなーってところはあるんだけど、なんだけど難しいよね。モニカは一番ないんだ。ごめんな。てか、夏希かユリなんだよね。どうしよう。いやー、でもな、お菓子作りをするか、垂れ幕を作るか、まあ、モニカはないからいいけど、どうしようかなすまんユリ、夏希にさせてもらう。まあ、お菓子作りは楽しそうだ。話を聞いてる感じだと大変そうだし、二人の方がいいかもしれないな。大丈夫、お菓子作り楽しいわよ。あんたもきっとそう思うわ。ごめんなゆりちゃん。でもついさっきまで、それはって埋めて気にしないでよね。まあそれはさておき、一人でも大丈夫かしらゆり。いやーなんかマジで申し訳ねえゆり、ごめん。もちろんです、一人は慣れてますし。うわかわいそうマジか、もう一日の半分半分で交代で出るっていう選択肢ないの？てんてん。それならいいけど、いやかわいそうマジで。ユリは大げさに振る舞ってはいるが少し罪悪感を覚える。いやごめんユリ、いやお前のことも好きだが。好き。じゃあいいかしら、他に話すことはある？ないと思うわ。みんななんだかワクワクしてこない？もちろん詩の発表以外はすっごく楽しみよ。じゃああんまり楽しみじゃないんじゃ。タツノ君はどう？俺サヨと過ごせれば何でもいい。まあどんな結果になるのか楽しみではあるかな。私としてはそれで十分。ユリはどう思う？ユリ？やばい、あいつはまだ拗ねてるわよ。やばい、超根に持ってる。やばいって、やばい、喧嘩だ。やばい、夏希も拗ね始める。何よ、そんな大げさにするほどのことじゃないでしょ。いや多分それだけじゃないんだろう。お前が言うかタツン。ユリは普段から自分が過小評価されてる気がしてるのかもしれない。何をやるか決めてあげなきゃいけなかったり、誰も助けてあげなかったりで、だからって、の月は不安げな表情でみんなの顔をチラチラ見る。ねえ、夏希はユリに近寄って肩に手を置く。何、一緒にやる、お菓子作る。ユリ、この中で一番才能あるのはあんたなんだから。あーマジか、夏希がそんなこと言うなんて。それにうちの出し物を楽しく居心地よくするのもあんたなんだから。まあ私のカップケーキも役に立つでしょうけど。珍しい、白旗をあげた夏希が。出し物のための雰囲気を作るのはユリなの。雰囲気って本当に大事よ。発表中の観客の気分がすごく変わる。だからそんないじけてないで、もうちょっと自分を褒めてみたらどうなの。夏希はユリから手を離し反対側を向く。てんてん。あなたは本当にそう思ってるんですか？違う、そこで違うって言うな。違うわよ。でも驚いていたのはユリだけではなかった。モニカと俺も夏希の言葉に感心している。そうだよな、他の人間ならともかく夏希の口から励ましの言葉が出るとは、犬猿の仲だったのに。だが俺も分かってきた、夏希はサヨリみたいなことを言おうとしたんだ。お前はサヨリにはなれねえ、残念だから。完璧にできていなかったとしても、ここでサヨリが言いそうな言葉を言おうとしていたことは伝わってきた。サヨリはいつだってみんなを明るくし笑顔を与えてきたからだ。ごめんなさい、バカみたいですね。おい立ち直った。私も精一杯努力します。そして私たち全員で最高の出し物にしましょう。ええそうね。いやーよかったじゃん、みんなで精一杯頑張りましょう。仲が修復されたね。それじゃあ今日はここまでにしましょう。そろそろ帰りましょうか。でも私はもうちょっと残っていくわ。今日はほとんど読書をしていなかったから。いいわよ、問題ないわ。
みんなが帰り支度をする。俺一人で帰るの。モニカとユリが雑談しながら、部室を出ていくのに、続いて俺も帰ろうとする。ちょっとあんたどこ行くの？え、夏希ルート来ちゃったかも。待って、ちょっとあんたどこ行くの？え、私たちは今週末の計画を立てる必要があるでしょ。このまま帰ったら家で私と連絡取る方法がないことに気づくわよ。あ、そうだ。あ、本当だ。うっかりしてたよ。まったく、あんたを引き止めてよかったわ。私の電話番号を教えるわよ。それで変なことし、電話番号で変なこと、何すんねん。なんで俺がそんなことするんだよ。ふん。夏希の電話番号を教えてもよし、融資させよう。これでよしと。じゃあ日曜日に行くからね。材料も全部持って、あ、俺ん家に来んのね。夏希ちゃん家に来た。おい、待て。うちに来るのか？そうだけど、やばい、オタク部屋がバレてしまう。ダメなの？いや、俺が手伝う側なんだし、てっきり俺が夏希の家に行くのかと。はあ、男なんて家に呼べるわけない、女なんて家に呼べるわけないでしょ。パパに殺される。うわー、なんかこいつやばいな。なるほど。なんかさ、なんとなくめちゃくちゃ金持ちそうなイメージない？そんなことない。そうなのか。ずいぶん厳しいんだな。そうよ、私の気持ちがわかる。パパが家にいると何もできないんだから、とか言ってパパ大好きってなってんだろうな。家で何でもない、ちょっと愚痴っただけよ。これで電話番号は交換できたわね。それだけ聞きたかったの。行くときにはメッセージでも送るわ。分かった、それでいいよ。ええ、私がお菓子作りの魅力をたっぷり教えてあげれば。せいぜい楽しみにすることね。ちょっとだけ楽しみ。へえ。お前、俺には雑用をやらせるって言ってなかったっけ？それは言ってみただけよ。かわいいやつか。みんながいたからつい言っちゃっただけ。素直になれない。楽しみにしてるなんて言えないでしょ。いや、わかるぜ、お前の気持ち。俺はわかる。待った、本当か？ま、少しはね。ただ、誰かと一緒にお菓子作りしたことはなかったから、ただ、それだけだから。よし、わかった。からかったりして悪かったな。とにかく俺はもう行くぞ。また日曜にな。あ、え、なんでもない。何？一緒に帰りたい？